プリリディアーノ・プエイレドンはアルゼンチンの画家、建築家である。アルゼンチンの日常風景や肖像画を描き、アルゼンチンの近代的な画家の最初の一人に位置づけられる。ブエノスアイレスで生まれた。父親のフアン・マルティン。デ・プエイレドンは有力な軍人、政治家で、リオデラ・プラタ連合衆の独立に功績のあった人物である。1835年から家族は、 家族はヨーロッパで暮らし、プリリディアーノ・プエールドンはパリ国立高等美術学校で絵画を学び、夏の間は家族がアルゼンチンの革製品を輸入する仕事をしていたスペインのカディスで過ごした、ヨーロッパ各地やブラジルを旅した。1841年に貿易の特権をめぐってフランスとアルゼンチンの間の関係が悪化した時、家族とリオデジャネイロに帰国した。 1844年に、プエーレドンは再び、パリに滞在するようになり、フランスの画家たちと交流した。1849年に、父親が病気になったため、ブエノスアイレスに戻り、肖像画家や風俗画家として活動し、翌年、亡くなることになる、父親の肖像画を描いた。画家として評価されるようになり、アルゼンチンで最初にヌードを描いて展示した画家にも、なった。 彫刻家としても多くの記念碑の制作を行い1856年に1911年に建てられた革命の記念碑、ピラミデデマヨの改装を指揮した。建築家としても多くの公共施設の仕事をした。アーティスト・オブ・ザ・アールド・オンライン、アルゲマインズ・カンセラーリング・ジコン・オンライン、HRSG、A ・ベイヤー、B ・サボイ、B、so、KG、ソバーラグ、バーラグ、ワルター・デ・グラウター。 ありがとうございます。